おざす、ティッシュスンです。さて、今回はボルト武器第3弾 3.2 のね、はい、新武器ですね。 PP2000 使っていこうかなと思っております。低レート SMG かな。 SMG の中で一番レート下だと思う。はい、レートは650ですね。ただ火力じゃない、反動が少ないんで、頑張って頭狙ってくださいねの武器か。なるほど、まあ、BTK は SMG ですね。はい、中距離は死なない、やりきれないネックは BTK やっぱり。なるほど、まあ近づいたら結構使えるんじゃない。俺結構ね、その低レート SMG って BA5 で使ってたから、ステンとかもね、動画結構多いと思うよ。もう数本撮ってると思うんで、まあ、その頃の立ち回りを思い出しつつやり合っていきたい。ナイス。もうそろそろ前線だね。なんだあれ、なんか横か、なんか多分勝てたんだけどな、逃げちゃったなんかこうレート600台はね、こう正面から打ち勝てるのかな、ハテナみたいな感覚に陥っちゃう。さっきの俺が強星だから多分打ち合ってよかったんだけど逃げちゃったいやー、まあ、先入観って恐ろしい。まあ言うてもね、この204にレート700、800の武器がゴロゴロしてるんで、まあ、逃げる判断自体は間違いではないけど、よし行け、俺の C5 こっち見んじゃねえよあっち見とけ、くそ、よく索敵してやがるこの2番席、素晴らしい。はい、次あれ抜けたら神。反動ほんといないな。あ、まあさすがにね、ちょっと難しいと。弾速はまあ普通の SMG、うん、反動がやっぱ少ないね。超少ない、マジで少ない、ないっていうか、ないは言い過ぎか、申し訳ない。はい、まあ、とりあえず、うん、まあ頭出しの打ち合い合戦でもなんかなんとかなりそうだね、こいつ。こいつの反動だったら、反動でも全然反動感じないレベルで、まあ扱いやすいね。はい、ただどっちかっつうと上級者向けじゃねこれ。多分初心者向けとは高レートの武器だと思うんだよね俺。突っ込んでバラバラってやったらとりあえず1キルは取れる可能性あるんで、ただこいつはちょっと立ち回り考えないと。あとエイムもね、頭前段当てろとは言わないけど、まあうち一発ぐらい当てるレベルじゃないと危ないまあちょっときついかもしんない、うん、一応分かんないけどね、まだ。まあとりあえず使ってってみましょう、引き続き。はい、中入ったな。さあ恐怖のインファイト、でもバレてないから積極的に OK。 まあただ3-4の武器ということで、移動中、まあ腰打ちの移動打ちな、あれ抜けるのすごいあれはすごい、マジで頭1個だった。でまあとりあえず話戻すと、まあ5とか1の低レート、まあ低レートというか SMG 自体は腰打ち精度がすごい良かったんで、もう突っ込んでって腰打ちパラパラで終わってたんだけど、3-4どうだったかな。なんか確か腰打ち精度1、5に比べてちょっと低かった気がするけど、まあどんぐらい拡散するかっていうの値がね、明確にちょっとソースがないんでちょっと分かんないんだけど、だから5-1のつもりで腰打ちパラパラでやっていくとちょっと辛い場面が、ね、あるかもしれないし、まだ分かんないんだけど、うん、ただ反動がないんで、ああいうのもすげえ抜きやすいんで、ちょっとあの距離の移動目標が普通の SMG だったらちょっときついかと思うんだけど、まあ、スラッと抜けたね、さっきは、うん、やっぱ長所はあるんでこの銃は悪くはない。で弾がないからマガジン変えたいが、これめんどくさいんだよね。三角が、まあ、今回のアップデートでそのブッチェンじゃねえわ、ガジェットの変更になったんだけど、ボタンがそのブッチェンと重複してるから、一回サブギになんかサブえなんでアイアンになった。あ、そっか、アタッチメントのボタンもね、ちょっとその三角だから、その3つ重複してんだよね。だからわけわかんなくなってる、うん、まあ普通にプレイしたい人はね、なんかのボタンを切り捨てて、あ、ちょっと動揺しちゃったわけわかんない、飛び出しちゃったよ、なんかもろもろ変わってたからまあいいや、何の話だっけちょっとまあとりあえずよ、まあ、ちょっとね、グダグダってなっちゃう可能性があるんで、アタッチメントとかね、そこら辺のあれをもう一回ね、切り込んで調整してからプレイするといいかもしれない。コンシューマーの人は現状ね、なんかボタンの配置がちょっともうこれ以上こんがらがるの嫌なんで、
いじらずに、まあ、1回ちょっとこのアタッチメント変更ってやつもう消してたんだけど、さすがにそれは横着すぎるかなということでもう1回つけたんだが、まあいいや、とりあえず気になる方はね、キーコンもう1回見直してみてください。はい、で正面からやり始めるか。おっと、ちょっとタボールに押し負けたね。ガジン切れたね、チャットで。絶対あの伏せ字ファックとかやろう。ノーノーファック、ラブ&ピー。うん、右逃げるか、抜けてくる。オッケー、まあ、とりあえずやって、でこっちかな。左足落ちするね、あれか。いや、正面にもいてた。オッケーオッケー、まあいいや、とりあえず。で敵さんチャリ取っちまいやがったんで、アルファか B か来るな。 B はもう一回上げつつあるけど、で車両の侵入も確認できるね、アルファへの。まあ、ここちょっと防衛した方がいいかもしれない。頑張りましょう。まあまあ入ってんなアルファ頑張ります。でこっちからよくわからない、これ足音。ああいいね、はい。まあ、近距離はさすがの SMG で、うん、これどこに4人も入ってんのこれこのアルファに。奥か、奥なんとかしたいが、残りのあと3人ぐらいが気になるが、まあ後ろから行くか。でここら辺の長屋に入ったっしょ。いたね。もうちょっと腰姿勢であったらな、マジで強いんだけど、まあ現状それでも、うん、今の評価としてはまあ悪くないって感じかな。なんかレートが低いからなんか弱いかなと思ってたんだけど、そうでもないね。まあ、ただステンには負けるけど、すげえビーコンの数な、あれ3つもあったぞよくわかんないけど、まあいいや。でちょっと消し取ろうかな、上に行ったでしょ今。これか、 OK ナイス。でさ、これでアルファは安全化したかな。とりあえずもう一回入ってみようか。で無力化するまで、まあ取っちまうか、うん、俺も取ろう。で取って、まあ前線の様子見ながら前進と、それでいこう。はい、おお、湧いた当初から謎の激戦。ちょっと待って、ケツあ、ダメか。ただ分隊員がいるんで頑張ってくれ。お、ケツ見せてる、ナイス。はい、でナイス蘇生、ありがてえ。というわけでまあ引き続きねやっていきたい。でチケットも少ないんで、うん、ちょっとキルのペースを上げたいね。はい、でここはちょっと中距離になるから若干不安だけど、いるな、あっちいるわ。足音、中入ったな。一旦回復して、ここはジャンピングショット OK です。さあ何とか返り討ちにして、であとはちょっとポジ取りたいね。うん、あの距離7発ぐらいかな。まあいいや。でさあこれで終わるね。うん、まあというわけで悪くはないです。なんかすげえ強いわけではないけど嫌いじゃない。まあエイムがしっかりしてれば、あと立ち回り、割とオールラウンダーな武器になりうるね。でご視聴ありがとうございました。またね、次回の動画の方でよろしくお願いします。バイバイ。